名古屋から来ましたロッキンクレイジースターズです。
初めましての人が多いでしょうかね。名古屋から来ましたロッキンクレイジースターズ、今見てもらった通りね、あのお父さんにやらされると思いきやお父さんが一番下手くそという。あ、もっと笑っていいんですよ。もっとよそではもっとみんな笑いますけどね。実はこう振ってるように見せかけてお前が一番間違えてるだろうっていう顔をしてますね。のぞみさん、のぞみさん、のぞみさん、何歳でしたっけ、何年生の何歳でしたっけ、お願いします。小学校5年生の11歳です。はい、ドラムのお姉さんお願いします。はい、中学3年生の14歳です。あとは愉快なお母さんとお父さんですね。まあなんとなく分かりますがね、僕が一番できないんですね。まあ、ちょっと受験もあるんですけど、ちょっと僕もちょっと結構あの世の中的にあの頭の狂ったお父さんなんで、受験勉強も大事だけどこういうね社会勉強が一番大事だということを、もっと笑っていいんですよ。そう、いや趣味じゃないんですけどね、あの愛と平和を歌って、東京から大阪まで、ちょっと裏とね、大丈夫ですか、なりたいもの変わってませんか。多分変わってないです。管理栄養士ですか。はい、いけるといいですね。多分その頃はあのお父さん結構ボロボロなんで、あのね管理してもらおうかなと、ちょっと面白くなくなってきたんでね。のぞみさんは何でしたっけ、夢は。じゃあ今度爪でも塗ってもらいましょうかね。やっぱちょっと今日はお父さんの笑いはあんまり取れないみたいなんで、歌を届けよう、歌を届けようね。あ、じゃあ簡単にもうこんな感じでシルバーウィングさんも3年ぐらい出させてもらってね、 2,3 回本当にお世話になってます。ね、あの時の一番きつい時も配信やらせてもらって、ね、そんな娘たちも今度進路を決めるような時期になりました。ジュンさんまたまた来年の春ぐらいにお願いします。じゃあまあまあまあちょっと本当につまんない話ばっかんで行きましょうかね。ちょっとね、名古屋のバンドのねブランキー Z シティでやりましょうね。はい、行きましょう。No!
のもうあと2曲なんですけど、1曲だけオリジナル4人で作りました。本当に4人で作りました。ロッキンクレイジースターズで不滅のメロディー。呼んでください。じゃあ最後の曲いきましょうか。